3月15日19時32分頃に奄美地方で発生しました地震についてお伝えしたいと思います。それではこちらの方を見ていきますけれども、最大震度は4です。震源地は奄美大島近海、地震の規模を示すマグニチュードは5.5、震源の深さはごく浅いということで、だいぶです、ね、この陸地の方、プレートの一番上の方で発生したのかなという感じがしますね。このエリアなんですけれども、えー、ちょうどこの辺り、 ここにいわゆるトラフと呼ばれている沈み込む部分があるんですけどもここからですねフィリピン海プレートがこう沈み込んでいるわけなんですがただ深淵の深さからするとごく浅いという形になりますそれを考えますと大陸から広がっているいわゆるこのユーラシアプレートの中 で発生したプレート内地震ということが考えられますでまあごく浅いということもありましたのでこの周辺で揺れの方が大きくなったという形になっているようですねそれではですね今度はこちらの方ですけどもこちら防災科学技術研究所の方の強震観測もある程度強い揺れの方の震震を捉える地震計で捉えた 地震の波の方なんですけどもでこちらなんですがあ浜見の笠りに設置してある地震計のものですで、こちら波の方を見てみるとですねどうも2回発生してますね、えー、最初にこちらの方が揺れた後に、えー、もう一度こちらの方 それも小さな揺れがやってきているといった状況になっています、えー、こういうような状況になっているのでまあ今回の場合はおそらくプレート内で一旦断層破壊が発生し止まったんですけどもその後ですねその先もう一度少しだけ揺れたといったような傾向だったのかなと思いますねでまたこの付近ですけどもこちら これもちょっとわかりにくいで申し訳ないんですけども、まあ、いわゆる加速度速度の応答スペクトルというやつなんですが、これを見ると大体この地震の周期がどれくらいだったのかというのがわかります。こちらは速度応答スペクトルと呼ばれているものですけども、ちょうどこことこの間で1秒なんですね。ですので、ちょうどこの辺りですから0.5秒程度の周期を持った 波だったということが言えると思いますこのような周期の波ですともう部屋の中で例えば戸棚柄なものが落ちるであるとかそういったようなまあ被害といいますかね起きやすい周期の波だったということが言えるかと思いますこの周辺ですけども最近あまりこう地震動が発生していない場所ですがまあ新たなものが発生しましたまた最近はですね各地で大きい地震が発生していますのでいつ地震が来ても備えな 身を守れるように備えておいていただきたいと思いますまた詳しい地震情報などはアプリウェザーニュースもご覧ください